で、まあ、あの商品サービスの差別化っていうところが非常に難しい時に、だからこそ特に中小企業の場合なんかは、まあ、中小企業の場合ってのはどういうことかというと価格競争では勝ちにくいですから安売り競争に入っちゃいけませんので、そうすると差が出るのはやっぱり人間力だっていうことになるんですね。でただここですごく未だにその誤解されている方というかが多いのは、その人間力というのが自分を売り込むっていうことだっていうふうに勘違いする方なんですね。で自分を売り込むっていうのは正直これはもう危険なので間違ってると言ってもいいと思うんです。で商品もサービスも自分も売っちゃいけないんですね。買ってくださるものなんで、だからそこを絶対間違えないようにしていただきたいなというふうに思います。逆の立場を考えたらすぐ分かるんですけど、売り込まれるって皆さん嫌いなんですよ。だから絶対売っちゃいけない、買ってくださるものなんで。それはその時のタイミングなり、本当にお客様が必要とされる時っていうものがありますから、そこを待つっていうことなんですね。だからある意味頻繁に足を運べとか、コンタクトの頻度を上げろとか、これ正しいんだとは思います。正しいんだとは思うんですけども、ただ例えば努力根性忍耐であるとか、義理人情何は節だとか、そういうことをその本当の意味が間違って伝わることの方が多いので、経営者としては絶対強調しない方がいいとは思います。でもし一つ言葉としてその人間力の差で持っておいても間違いにくいのがあるとするならば、思いやりという言葉だと思うんですね。で思いやりっていうのは、例えば顧客視点でとか相手の立場に立ってとかいう次元を超えたものなんですね。思いをやってしまう、相手に渡してしまうってことなんで、要は相手の立場に立って考えましょうというのはあくまでも自分が主観的にまだ見てるんですけど、思いやりっていうのは上げてしまうんで、ものすごいことなんです本当はね。だから本当に相手の立場に立ってっていう以上に思いを相手に渡して見てしまう、見てあげる、そういうことができれば、ああこの人は今何を必要としてるな、この人は今こんなことを感じてるなっていうことが分かります。でそれを必要な時に必要なタイミングで、必要なものを提供するっていうような人間力をつけるっていうことなんですね。そういう訓練をしていただきたいと思います。じゃあ具体的にどうやったらそういう訓練ができるのかっていうと、もう結局は、まずは志っていうものをしっかり、共有するだとか、あるいはその人が人のお役に立てるっていうことを本当に喜びと思えるような、いわゆる職業観というものをしっかり持たせる教育をするだとか、そういうその商品サービスのプレゼンテーション以前のところに勝負があると思いますので、そこをきちっとやっていくことっていうものが一番大事になっていくというふうに思います。